こんにちは、コスケです。今回は日本縦断車中泊旅25日目後編です。前編では北海道と深いつながりのある十津川村で、生活道路としては日本一長い吊り橋、谷瀬の吊り橋を渡り、名物のめはり寿司を食べました。後編は車を走らせ、本州最南端の地へ向かいます。さっき聞いた話だと、なんかこの辺さんま寿司っていうのもあるらしくて、それも美味しいから食べてみてって言っていたので、なんか見かけたら食べてみたいなと思っています。お、道の駅が十津川郷という道の駅がこの先にあるみたいです。奈良県最初の道の駅かな。道の駅が、あ、これかな、多分これだね。手打ちそばがあるのかな。道の駅十津川郷、蕎麦屋さんまでやってなかったんですが、教えてもらったさんま寿司がありましたよ。買っちゃいました。すごいね、綺麗だね。さんま寿司ってどんなのかなと思ったら、生さんまかな、生さんまの寿司なのかな。よいしょ。じゃあ醤油かけていただきましょうか。こんなサンマの寿司僕見たことないね。サンマ上にかぶせて、で中に酢飯が詰まってる感じでしょうかね。じゃあいただいてみましょうか。じゃあいただきます。うん、多分上に乗ってるサンマはしめサンマ、しめサバみたいに、多分酢につけたサンマを酢飯の上に乗っけてるんだと思います。うん、そうだね。結構このサンマの味も濃いですね。で、柚子かなんかかな、なんか柑橘系っぽい香りもするので、サンマをつけるときに柑橘系の皮かなんか入れてるのかもしれませんね。では行きましょうか。本州最南端の呉崎に向かいたいと思います。あ、なんだろう、あれ、猫、野良猫、猿だ。初めて見た猿、野生の猿。この左に流れてる大きな川が十津川なのかな。すごい大きい川だね。あ、和歌山県に入りましたよ。奈良県はこれで終わりかな。奈良県は奈良の大仏とか鹿のいる公園とかも行ってみたかったんですけど、今回はちょっと行けませんでしたね。道の駅がありますね。ここも寄っていこうかな。和歌山県に入って初めての道の駅になるんじゃないかなと思います。ここだね。あ、食事的なものはなさそうだね。紀伊半島大水害最高水位到達点 8.27、平成23年にあった水害の到達点がこの辺なんでしょうかね。この川が氾濫したっていうことでしょうか。わっ、すごい川、きれい。四国入ってから川きれいしか言ってない気がしますが、この四国を抜けて紀伊半島に来ても川ほんと綺麗ですね。あ、近くまで行けるね。見てこの川、飲めそうですよ。
いやー、綺麗だね。でもこの川も何十年か前に氾濫してすごい被害大きくなったんですもんね。今は気持ちのいい綺麗な川ですが、台風とか大雨の後は怖いですよね。8メートルなんで、上のあの車道の道路のあたりまで水位が上がったのかもね。あー、冷たくて気持ちいい。ほんと飲めそうなぐらい綺麗だね。まあでもあっちの方流れすごい激しいから、でそっから深くなってるんですよね。なので川遊びとかはおっかないね。流されたら大人でも厳しそうな気がします。でもこういう景色、こういうところに来ると日本って素晴らしいところだなって思いますよね。ここキャンプ禁止ですが、一日ここでゆっくりできそうなぐらい気持ちのいいところだと思います。あ、平成の名水百選なんだ。そりゃ綺麗ですよ。世界遺産熊野川。あ、ここにもめはり寿司がある。なんか美味しそうなよもぎ餅があったので買ってみました。で、多分よもぎの団子のあんこが入ったよもぎ団子の外側にきな粉がかかってるんだよね。美味しそう。じゃあいただきます。すごい美味しい。これ結構こう米の粒が残ってる粗めの団子ですね。餅かな。あんこは甘さ控えめで歯応えがあって美味しいです。さあ団子も食べたので行きましょう。昔僕あんこ結構苦手だったんですけど、最近食べれるようになってきたね。しかも普通に美味しいなって感じるようになってきたので年のせいかな。じゃあこのまま本州の最南端に向かいましょう。いやー、今日は天気がいいので、で波も穏やかで海沿い気持ちいいですね。もうちょっとで本州の最南端に到着すると思います。本州の最北端は僕行ったことあるんだよね。3年前に下北半島ですよね。で最西端はこの前行きましたよね、この旅で。で最東端は行ってないんだけど、今回最南端、本州最南端で残るは最東端だけどなると思います。最東端は結構行くの大変みたいなので、また今度行きましょうか。いやいや気持ちいいね本州最南端すぐ近くの道の駅ですが、変わった岩がたくさんあるね。海が青い海が青いですね。橋食い岩、全部この岩に名前ついてるんですね さあそれじゃあ行きましょうか。気持ちいい道の駅でございました。では行きましょう。いよいよ最南端ですね。さあそろそろ到着するみたいでございます。どこだろうね。
目的地です。バスもたくさんおります。さあ到着いたしました。本州最南端の地でございます。タワーがあるね。本州最南端のポストがある。あー、和歌山みかんのソフトクリームが売ってる。じゃあ本州最南端行きましょうか。潮の岬っていうんだね。うわー気持ちいいね。海が綺麗です。ここが本州最南端の場所ですね。一応あの目の前にある岩も陸続きになってるので、本当の意味で最南端はあの先っちょかもしれないね。まあ、とはいえ行くことはできないので、ここが最南端ということになるんだと思います。今日は波が海が穏やかなので、海面がキラキラと輝いておりますね。さあそれでは行きましょうか。この紀伊半島の最終目的地、最南端到達でございます。僕どうしても和歌山のみかんを使った何かが食べたくて、ここで和歌山みかんソフトを食べちゃおうかな。さっき金柑ソフト食べたけど、もう一個行きましょうか。結局買っちゃったみかんソフト、色は結構薄めだよね。うん、あ、これもシャーベットと普通のバニラソフトクリームの間ぐらいっていう感じだね。美味しい。でみかんの香りがすごい強い。うん、うまい。でこの後なんですが、どうしようかな。よいしょ。今この紀伊半島の一番南の端っこにここにいるんですよね。で明日はこの三重県に向かいたいと思っています。ちょっと距離があって150キロ以上あるので、今日はもう行けないんですよね。明日になります。なので、まあ、このどこかで車中泊をしてということになるんじゃないでしょうか。今からこの北東方向に北上していって三重県向かいましょう。どこで車中泊するかはまだ未定でございます。さあそれでは行きましょうか。今日 RV パークとかでゆっくり休もうかなと思って調べたら、やっぱ RV パーク使うよりもホテル泊まった方が、今全国旅行支援あるんで断然安いんですよね。むしろ温泉入って道の駅で車中泊よりも安いっていう謎現象が生じているので、明日三重県いろいろ行くので、今日三重のホテル泊まろうと思います。ちょっともう予約したので向かいましょう。いやいや伊勢湾流れも良くて、車の流れも良くて、海が見えて気持ちいいね。俺伊勢神宮の方に向かって海沿い走ってるんですが、この海沿いの道にオートキャンプ場とかもちょこちょこあるんですよね。で最初そこで車中泊しようかなと思ってたんですけど、まあ、道の駅もあるしね。だけど全国旅行割があるとホテルの方がコスト的に安くなるので、まあコストは安いに越したことはないので、今回も車中泊の旅ですが、ちょっとホテル利用しようかなと思っています。明日1日三重にいるのでクーポンも使い切れると思うんですよね。今日宿泊予定のホテルが多分あの左に見えているホテルですね。ちょっと背の高い、
ところだと思います。904、よいしょ、なんと広い。僕一人なんですがツインですね。今回全国旅行支援使ってるので非常に安く泊まれるんですが、まあ、ただここにいるのは10時間ぐらいなんだよね。明日の朝早く出るので、本当お風呂入って寝て起きたら出発という感じになります。でもちょっとお腹空いたので何か食べましょうか。この伊勢島限定のビールが下の売店に売ってたので、それを買ってきました。今日はこれとファミから、ファミリーマートの唐揚げね、これを晩ご飯にいたしましょうか。ではビールいただきましょう。いいよ、おお、いただきます。この伊勢島限定なのでここでしか多分飲めないと思うんですよね。いただきます。うまい、美味しいね。飲みやすい、飲みやすいです。苦味もちょっとあるけど抑えめで、重くもなく軽くもなくすごい飲みやすいビールですね。ファミから初めて食べたけど美味しい。でここ大浴場あるみたいなので、これ飲んだらお風呂入って今日は寝たいと思います。というわけで日本縦断車中泊旅25日目だね。25日目はこれで終了となります。明日は朝から伊勢神宮、いよいよですね、日本で一番位の高い神社神宮行ってこようと思います。それではまた次回の動画をお楽しみに。